眩しい。岡田港ですね。ここから登っていきます。山頂が全然見えん。すごい。今は魚釣りしてる人だ。あ、まだ全然序盤ですね。こっから山頂まで3時間以上あります。持ってきた船。ふう、岡田トンネルが。気候は涼しいですね。今半袖で登ってます。家が、こんな、今日はなぜか岡田港だったんですよね。元町港じゃなくて、こんな晴れて波も穏やかなのに、なんでだろう。お、すごい昔の車がある。スバル。いっぱいなんか、なんだこの飛行機。ここは標高47メートル。多分道なりに進んでいけば上に上がれるはず。こうまっすぐですね。こう信号ってちゃんと青になるのかな。まあ当たりますか。誰もいないんで。当たる？当たろ。おお、びっくり。多分こっからだ。ここから登っていきます。全然車いない。お、なんか山道っぽいですね、雰囲気。この鳴き声はすごい。何の鳥か分からんけど。はい、ちょっとね進んできました。この辺はもう一気にウィンカーなくなりますね。お、すごい山道。獣道や。思ったほど、思ったより緑が濃いですね。うん、すごい木が。立派な木や。獣道。車ビュンビュン来たら嫌だなと思ったけど、全然余裕だね。分かれ道じゃなくて、ただの人の家だった。もっとまだ先だ。
全然車いないですね。で、多分こっち左だと思いますが、ちょっと Google マップで調べよう。太陽の光がすごい綺麗になってる。木漏れ日の。苔が生い茂って緑の壁みたいになってる。緑の壁コースを抜けて太陽がすごい眩しいですね。サングラスは絶対必須かなと思います。あと帽子もですね、帽子とサングラスは絶対いるかなと思います。さっきまでですねライブ配信してたんですけど、なんか電波が悪くて途中でなんか接続が切れちゃってて終わりました。途中で、あ、海はやっとこっから海が見えるわ。もう海だ。何にもない。さ、この先海しかない。不思議な小屋がありますね。ところどころなんか不思議な小屋があるんですけど、謎の。どんどん進んでいきます。はい、ここも海がだいぶある。上まで来たな。それなりにまだまだ上はありますけど、山頂はもう全く見えない。苔がねすごいんですよ。苔がすごい。ここまた分かれ道ですね。まあこっち左側なんですけど、なんか掲示板があるんで見てみましょう。東京都キョンボー授業、なんだキョン、作業員募集中。あとなんか選挙のポスター貼ってますね。共産党。野鳥の捕獲は禁止です。メジロ、ウグイスなどの野鳥は環境大臣または登録じゃなくて登録だって。そうなんだ。なんかちょっと若干下ってるこっちの道。おー、あ、眩しい。光が差してる。なんか建物あるなさ、この先。建物あるかと思ったら建設会社でしたね。はい、どんどん進んでいきます。はい、多分ねあそこを右に曲がりますね。あそこを右に曲がります。太陽はね眩しいところはところどころあるんですけど、基本木に隠れて涼しいですね。太陽が出てないところは。で、虫もあんまいなくてすごくいいですね。箱根行った時はもう耳元でブーンブーンっていうアブだとかハエだとかカダとかが飛んで嫌でしたけど、ちょっと季節的な要因なのか大島という要因なのか早朝という要因なのかわかんないですけど、全然虫がいなくてすごくいいです。ここはまた緑の道ですね。緑のトンネルですか。すごい、はい、ここ獣道ですね。山道。今ちょうど車が通った。
ゆっくり歩いております。ちょっと竹もちらほら生えてる。家がある。多分あれかな、昔別荘とか建ってたのかもしれない。バブル期とか保養地とかなんかやりそう。そんなバブル期なんかやってそう昭和やってそう。大島とか日陰かそうじゃないかな、ね、うん、緑のトンネル抜けて立派な家があって、とりあえず突き当たりまでまっすぐですね。なんか家もあるし、なんか住宅の区画っぽいところもあるんで、ここもしかしたらお店場もあるんで、もっとなんか住宅地もっと人が住んでたかもしれないね昔は。ゴミ捨て場もあるし、初日の出見ようとしてる人とか、初日の出が出てる頃すごいいっぱい人いたね。でもなんか結構ね、夜真っ暗な時も外出たけど、あんまり星よく見えんかった。微妙に曇りだったんかもしれない。さあ平坦な感じ出て、ちょっと山の上っぽいのが見えてきましたね。こっちもまたなんかこう家が倒れてる。あ、この辺結構家があって、ここはなんかすごいいっぱい散らかってる。海在人通。めっちゃ苔生えてる。芝生が綺麗な家だ。立派な玄関だ。そう、多分突き当たり左だね。カーブ止まれ、ストップ。なんか施設っぽい、なんかの大きい建物あるね、謎の。なんだろうこれ。もホテル、昔のホテルか。え、あ、果樹園。へえ、すごい立派なもんだこれ。果樹園、あ、もっと役場門がすごいね。何にも書いてない、機能してなさそう。なんか役場って書いてたから、もっとね町っぽいの想像したけど全然だったね。災害時の避難場所をちょっとチラ見します。避難場所だけあって、ここは草刈りがされてますね。多分津波とかなんやらかんやらがあった時にここに来るんだと思われます。
鳥の鳴き声がすごい。ここは標高225メートルまで来ました。はい、空き地。球技ができそう。なんか虫が。鳴き声がいっぱいするのと、あと島に来て初めて耳元でブーンって虫の音がしてちょっと嫌になりました。虫の音がして、はい、どんどん進んでいきます。すごい、だいぶ直線の道がすごい。なんか意外とね、港から歩いていくのいいですね。車も全然いないですし、涼しいですし、虫もそんなにいないんで。ここもね、左行くルートがあるんですけど、もう一個先から行きます。あ、家がある。たまに家がある、はい、ここの道をですね、左に行きます。全然車がない。お、逆にね、人が全然いなくていいですね、これ。そう、歩きやすい。ん？こっち。まっすぐでもいいけど、Google マップ的にはこう左行けみたいな。どっち？野浜さん、あ、野浜さんって言っちゃった。あ、なんか鳥の巣っぽいなと思ったけど全然違った。さあ、突き当たりまでここまっすぐ行きます。なんか目の前に猫いますね。これ猫ですよね、絶対。さあ、近づいていってみましょう。多分に途中で逃げると思いますけど。こんにちは、おはようございます。あ、やっぱ逃げた。変な挨拶したから逃げちゃった。一応猫いるんだ。なんかさ、話し飼いしててももうなんかもはや、ね、いいかもしれない。うん。もう島だし、どうせ島のどこかいるしみたいな思っとけば。この付近は人家など、はい、注意、どういうことだ。発砲注意。あ、なんか撃って、マジか、猟するんだ。あ、だからあれ、小屋あれだ、なんかの猟をするときの小屋だ。隠れて鳥撃ったりするんでしょう、多分。鳥を撃つのか、何を取ろうとするのか分かんないけど。さあ、緑のトンネル入ってきた。はい、突き当たりまで来ましたね。パカパカと思ったら、これ普通あれだ、排水池だ。結局下るじゃん。ってことはこっち損だってこと。損だ。虫、毛虫みたい、毛虫、なんか
幼児、百鳥虫みたいなのが、うん、ブラーンってぶら下がってる。おお、法華経、おお、法華経。前足や。タケノコが入るかもしれん。お、湯気が上がってる。雨が降ったところの。今んとこ買わないね。うん、水場がない。何これ、雪？雪これ？雪あるこれ？雪？ん？雪じゃない。触らなくてよかった。面白いやつ、謎の白いやつ。お、こっちは綺麗な竹林だ。竹林ゾーンだ。あそこもなんか狩り場っぽい小屋があるな。ん？あ、竹の子生えてる。やっぱり自給自足できる。タケノコがそこら中生えてる。下ってる、下ってる。だからなんかずっと坂道よりも下って登って下って登っての方がなんか休憩みたいな感じになったりして疲れないかも。ここは川なんじゃないか、ひょっとして。川、そうでもない。雨が降ったら川になりそうなところ。湯気が出てる。山道コースだなこれ。でもね、なんか途中で消えてたよね、道。これこっちだよ。Google マップコースは。うん、だいたい半分のとこまで来ましたね。まだ木が生えてる。わ、そか、あれなんか途中で枝が折れて絡まってる。今のとこね、もう本当に歩いてる人全く見ないですね。車もほぼ通ってなくて。まあでも見た感じ、こんな下もね、木がところどころ落ちてるんで、車もそもそもそんなに走ってなさそうな気がします。うん、で今岡田港から登ってるんですけど、岡田港もそんな人がいる感じでもないですし、で今まで歩いてきた道も、まあ、一応民家はところどころありましたけど、ほとんどなくて、やっぱりこっち側はね、あんまり人が住んでない感じしますね。うん、でなんか、なんか山道っぽいルートあるけど、無視しましょう。感じかなと思って。はい、なんか分かり道ですね。多分右です。多分右と思いますが。こっち、林道情報、この先、左。
泉津線、これが林道か。こっから林道。燃えやすい木のふるさと緑の資源。今までが道路で林道。確かに道幅は狭くなってる。けど車の通った跡はあるから、車は普通に通るんでしょうね。涼しい。空気がうまい。の声。おお、これなんか神々しい。神々しい、木漏れ日。蜘蛛の巣が光に当たって綺麗になってる。神々しい。トンネル、緑のトンネルですね。この緑のトンネルで、まだ朝で日が照ってるのに暗いですって言おうとしたけど、俺がサングラスかけてるから暗いだけだ。林道ですね。どんどん進んでおります。比較的歩きやすい。蜘蛛の巣もね、張ってないですし。さあ、山頂まで。分からん。分からん。もう緑が綺麗。ところどころ獣道がある。わ、ここもなんか道のような道じゃないようなのがある。ああ、なんかでもさ、道あるっちゃあるやん、あれそこ。メジロの密猟は犯罪です。まあ普通にまっすぐですけど、横だから削ってるよね、これ。これさ、ね、谷みたいになって、だからこう雨降ったらここ水パーって流れるんじゃない。すごい。あ、ほら、なんか道っぽいのあるよ、道。登り登り。お、鳥がいた。いや、でもね、これ相当でもイージーコースだよ。普通の登山さ、もうね、まあ、そのうちその登山っぽくなるかもしれんけど、こうやって登らんといけない、こうやって。本当に足に来る。もうすげえ楽だ。なんか廃棄されてる、はい、やつありますね。電子レンジ廃棄物、産業廃棄物、産業廃棄物、不法投棄が。
ここ大島にもありましたね。という感じで進んでいきます。ん？何かある？何これ？群生？の、い、猪木？猪木？猪木。他に100天然記念物猪木群生地の猪木。自然環境にお心ある方、自然環境にお心ある。マムシ等にご注意ください。どうする？なんか、なんかあんまさ入りたくない雰囲気出てるんだけど、まあ入れる、入れなくもないけど、なんかね蜘蛛の巣がいっぱいありそうだからやめとこう。はい、もうすごい、なんか横壁ですね。壁みたいになってる。なんか化石とかないか。地層がちょっと出てる。 3.5km。 こんなところにもカーブミラーがありますね。お、鳥が。おお。なんか普通の山と違って湧き水とかがあんまないね。やっぱ島だからか。なんだろう。あー、なんか、あ、もう橋、もしかしてこれ橋っぽい。あー、これ下あれですね、なんか雨が降ったら川になりそうなやつですね。おー、なんかここすげえ明るい。ロープが引いちゃう。カーブミラまあでもさ、この時期でも普通にオレンジの近くでもでっかい虫飛んでるけど、ブーンみたいな。全然いないね、こんな森の中なのに。やっぱりそういうのいないのかな。鳥が食べてるというか、まあそもそも島だからいないっていうのもあるかもしれないし。お、あそこは合流ポイントかな。通行止め。この先通行注意の道歩いてきてた。メジロの密漁は犯罪。林道。さあ、でかい道路に来ました。明らかにこっちですね。まあ歩く分にはこの林道は良かったけどね。こっち普通に道路だ。
はい、なんか普通の道路に出ました。はい、だいぶ普通の道路ですね。こうずっとまっすぐ行けば、まっすぐ行けばホテルのところに行けるはずです。なんか道がある、一応これなんか読み方わかんない。泉津千津土砂捨て場、読み方がわかんない。なんかバス停あるわ。土砂捨て場だからバス停があるのか。アジサイロード中央、三原山頂口。あ、椅子あるよ。すごい、13時8分しかない。うわ、水たまりか。13時8分しかない。1日1本しかないってすごいね。すごくない？行ったら帰ってこれない、次の日まで。椅子に座ってる。座ってみますか、椅子に。ムカデとか出てこないといいけど。こっからずっとこの道路みたいなのを登っていきます。うん、あ、なんか今ブーン、デカめのブーン来たね。いるね、ハチカーブか分からんけど。お、もし車もさ、たまに通るはずだけど、その合間を縫ってさ、ぶら下がってくるなのね、いろいろ。うん、そう、あれ何の薬？痛みがなくなるやつ。あ、ロキソニンってそういう時飲むの？はい、じゃあ、あの、あ、かかとの痛みがなくなったってこと、あれ飲んで。あ、そう。いやいい、いや俺逆にロキソニン飲むとなんかね、あの気分悪くなりそうだ、逆に。こいつとこのなんか緑のこれがなんかね、木から垂れ下がってきて、糸で体に絡みつく。いっぱいいる。だから体にくっついてるかもしれない、こいつが。うん、ちょっとこの先開けてきそうで、山の全容というか上の方が見えそうな雰囲気がちょっとありますね、この先。だいぶ歩いてきました。もう3分の2ぐらいは来たかもしれないですね。ただまだここは本来は車で行くところで、本当の登山口はまだ先です。今日はひたすら空港じゃない、港から歩いて山頂を目指してきております。あー、全然まだ見えない、木で隠れて。山の上の方全然まだ見えないわ。うん、なんかここ川？下川かな？川じゃないな。結局、結局。食べれそうな野草があります。いや、あれはなんかちょっと、俺が想像してるのはもっとくるってなってるやつ。ちょっと育ちすぎてる。もっと春ぐらいに食べるやつ。だいぶ高。こっち来た、こっち来た。あ、どっか行った。鷹みたいなのがいた。
結構この道路長いですね。まだまだ進んでいきます。まあ、ただ道路なんで歩くのは楽ですけどね、山道より。あ、車が来そうみたいなのがあるけど通り抜けできませんって書いてますね。うん、さあ、まだ、あそこ突き当たり、あそこもしかしたら左に行けるルートかもしれない。サザンカの道。うん、ここもなんか道っぽいのがある。ここは車が多いな。車が多い。まあ多いと言ってもたまに通るだけですけど。はい、道路の道をどんどん進んでおります。制限時速40キロ。ふう、左までずっと植樹されてますね。こんな木がたくさんあるのにこの植樹が意味あるのかどうかはちょっとわかんないんですけど、左右の木が均等に生えてるんでこれはもう植樹されてますね。カーブ、はい、なんかカーブが見えますね。結構歩いてきました。まだ道路ですね。登山口まではまだかなりあります。はい、もうすぐねホテルには着けそうですね。看板が見えてきました。ここを曲がってもう一回曲がればおそらくホテルが見えてくるはずですね。うん、50メートル先。もうこんな近くまで来た。って感じです。なんかここ道がある。このね、虫がなんか糸を。虫が引っかかる。あの虫に気を取られてる間に車が来たら引かれるかもしれない。がいます。島にもカラスはいますね。車が正面から来ます。カラスがいます。はい、大島温泉ホテル入り口に着きました。さあ、どこに曲がれば行けるんでしょうか。ここかな。どっちだ。あっちか、あっちで多分。朝の？もう終わってるじゃん。正面入り口に行きましょう。正面入り口どこあるんだろう。見えないんだけど。正面玄関。はい、ホテル。見えましたね。完全にホテルです。見えました。着きました。
まあ、ただね、チェックインが15時なんで、15時、15時なんで、多分入れはしないと思うんですけど、荷物が置けるかどうかとか、聞いてみたいなと思います。まあ、虫がめっちゃ飛んでる。あ、なるほど、ここ花があるから蜂がめっちゃ飛んできてた、来てたんだ。これだ。これなんかやけに蜂が多いなと思ってたら花が咲いてるから。大島本線ホテル。これ道なのかな、これ。まあいいや。普通に道路行って。なかなかね、ここまで歩いてくる人いないんじゃないんですか。少なくても今日大型線で歩いてきてるのは僕らだけですね。はい、着きました。結構車止まってる。大島温泉ホテル。わ、なんかここにクモの巣、ここにクモの巣がある。着きました。入り口どっから入るんだろう。売店がある。